アレクセイ・フヨドロビッチ・ボゴモロフは、ロシアの科学者であり、ラジオ工学の分野の専門家だった、社会主義労働者の英雄。1923年に生まれ、1923年以来、モスクワに住んでいた。1927年、彼は、中等学校を卒業し、1929年には、モスクワ第一回労働教育研究所を卒業した。 1929から1932年には、電気技術者、ジュ々、電気技師として、ストロイエレクトロに勤務した。1937年に、モスクワ電力工学研究所を卒業し、電力線の雷保護というテーマで、博士論文を作成し始めたが、彼の研究は、大国主義戦争。ボゴモロフは、レニングラード軍電気工学アカデミーの3ヶ月の、 特別コースに送られた。卒業後、彼は初めに、プラトーン司令官に任命され、レニングラードフロントの対空砲兵部隊のレーダーのエンジニアを務めた。彼の勇気のために、彼は、レッドスターの勲章を授与された。ボゴモロフは、1954年から1989年まで、運兵特別設計局のチーフデザイナーを務めた。また、セルゲイ・コーラレブの、 シーフデザイナー評議会のメンバーである。彼は無線テレメトリー、軌道測定、位相方向探知、アンテナシステムの分野で再調査を行った。彼はバイコヌールで1960年に R-16 のテストに参加し、ナデリンの大惨事を乗り越えた。ありがとうございます。